iPad mini 6を使って、まあ、大体2ヶ月がこう経過したんですけども、僕はですね、こちらにある iPad Air 4をですね、まあ、メインコンピューター使ってますんで、まあ、どっちかっていうと、こいつはですね、まあ、移動時にまあよく使ってるといった感じなんですよね。で、このmini 6はですね、Air 4をベースに開発をされたということで、基本的なですね、仕様はまあほとんども一緒なんですけど、使っていくとね、まあ、ちょこちょこ違いがあるなというふうにこう感じましたんで、今回はですね、この2機種の基本的なですね、スペックと、両方使って気づいたお互いのですね、まあ、微妙な差についてですね、ちょっと説明しようかなというふうに思います。まず1つ目が、ディスプレイのサイズと、ボディの重量です。もうここがですね、一番大きな違いといってもこう過言ではありません。これらの iPad は、iPad Pro をですね、まあ、基本に、作ってきているという点で、Edge to Edge のフルディスプレイをですね、まあ、採用しているというところはですね、同じです。ただですね、iPad mini 6はディスプレイサイズが 8.3 インチ、ボディの重量が 290g、 iPad Air 4はですね、ディスプレイサイズが 10.9 インチ、ボディの重量が 460g ということになっています。ディスプレイの 2.6 インチ差というのはですね、対角線で6センチぐらいに相当します。重量の 170g はモバイルバッテリー1個分ぐらいだと思ってもらったらいいのかなという感じです。加えてディスプレイ1インチあたりの重量という観点で見ていくと、iPad mini 6はですね 35g、 iPad Air 4が 42g と、 mini 6は相対的にもですね、軽いという印象になります。これらのですね、情報からそれぞれ特徴を生かした使い方っていうのが重要になってきます。まずmini 6の方はですね、コンパクトかつ軽量ということで、特に立った状態で長時間使用してもこう体の負担にならないという点がですね、非常にこう魅力的というふうになっています。個人的なですね、使用方法としてはですね、作業机からこう移動するときにトイレとかこうベッドにですね、こう別の部屋にこう持っていく、あるいは外出時なんかはこうメモ帳であったりスケジュール帳として活用しています。で、反対にですね、 Air 4ですねの方は、機動力こそはですね、若干mini 6にこう劣るんですけど、ディスプレイサイズが非常に大きいということで、パソコン同等かそれ以上の作業性を有するデバイスということになります。特にですね、スライドオーバーとかスプリットビューの時は結構画面がね、全部小さく見えてしまうんで、そういう時にはこいつはめちゃめちゃ便利です。で、ミニよりかはですね、ちょっと重たいという印象もあるんですけど、 iPad Pro 11インチと比較するとめちゃめちゃ軽いですので、移動をさせて席に座ってこう作業するなんかっていう時には相当ですね、もうマッチする iPad なんですよ。で、ディスプレイサイズ以外のですね、差として、こいつはね、実はディスプレイの質がですね、若干異なります。具体的にはですね、 iPad mini 6っていうのは、解像度がですね 326ppi、 一方で iPad Air 4っていうのは 264ppi ですので、mini 6の方がよりこう高解像度ということになります。特にですね、コンテンツ消費、映画やゲームをメインとする場合っていうのは、よりですね、高精細に表現してくれる作品にのめり込むことができるんですよ。一方でタスクやワークフローをメインに iPad を使いますといった場合には、この差っていうのはほとんど作業性に影響が出てこないですし、なんやったらちょっと目が疲れるとかね、バッテリーが消費するっていう観点で見ていくと、 iPad Air 4の方がいいまである。その他リフレッシュレートが 60Hz、 最大輝度が 502 と、トゥルートンディスプレイを採用している点っていうのは同じになります。で、ベゼルサイズはですね、 iPad Air 4の方が若干ですけど太めになってるんですよね。ただボディサイズがですね、mini 6っていうのは非常に小さいので、ベゼルサイズはどっちが気になるかって言われると mini 6の方です。よりですね、 iPad Air 4の方がスタイリッシュな雰囲気はあります。続いてカメラ機能とオーディオシステムです。まずカメラの方はですね、これ iPad mini 6の方がややアドバンテージがあります。まずですね、リアカメラの方ですけども、こちら基本仕様としては12メガピクセル F1.8 の広角レンズ、そして5倍のデジタルズームスマート HDR3 対応、動画の方では 4K60 フレーム、スローモーションの場合は 1060p240 フレーム、これらにですね、 Air 4と mini 6には差はないです。ただですね、 mini 6の方はクワッド LED トゥルートンフラッシュに対応していまして、暗い場所で撮影した時に結構はっきり映ってノイズがこう走りにくい、特に iPad を使って写真撮影をするといった方には結構こう影響度のある違いかなというふうに思います。一方で、もしそんなに iPad で撮らんぜと、iPad で写真なんか撮らんぜと言った方にとってはですね、あんまり気にしなくていいという感じで、正直僕もこれ iPhone で撮影するっていうのが多いですので、ほとんど気にならない差ということになります。
続いて、インカメラの方ですけども、ミニ6は12メガピクセル、 F2.4 超広角レンズがついてますけど、 iPad Air 4は7メガピクセル F2.2 広角レンズということになりまして、ミニ6の方が解像度が高く画角が広いということになります。加えてミニ6の方は被写体自動追跡機能センターステージにですね対応してます。これはですね AI 機能を使って被写体を自動的にズームインズームアウト、パンの調整っていうのをやってくれるという点で、まあ、昨今流行りのビデオ通話でやってるオンライン会議の時にはこうかなり役立つ機能というふうになります。まあ、僕はですねあんまりこう友達がいないんで関係ないんですけど、続いてですね、まあ、内蔵マイクの方です。これはですね iPad mini 6と iPad Air 4の、まあ、実際のちょっとテストをですねやってみます。今これはですね、iPad mini 6と iPad Air 4で、横に並べてですね、まあ、動画インカメラの比較っていうのをですねしています。まあ、これもね結構見え方によって変わってくると思うんですけども、僕的には声は iPad Air 4で、絵は iPad mini 6の方が綺麗に映ってるんじゃないかなと、これを見る限りそう思いますけど、まあこれもね結構個人差があるので、まあ好きな方がどっちですかというところに落ち着くのかなと思います。どっちがいいですかね、これは難しいところだと思います。続いてスピーカーの話です。これら2機種ともすべてですねこう横置きのステレオに対応してまして、スピーカー機数は2つ、スピーカーホール数は、まあ、上下左右にですね、合計で4つあります。ですのでこれら先代モデルと比べると非常にですね音に臨場感のあふれる表現をしてくれる、かなりコンテンツ消費に有利なですね、仕様が織り込まれています。ただ見かけ上のスペックは一緒なんですけども、 iPad Air 4の方がですね、まあ、よりですね音が大きく低音が強い印象です。まあ、これはですね iPad Air 4の方がボディサイズがそもそも結構大きいので、スピーカーの種類っていうのもこうミニ6と Air 4っていうのは下がるのかなと。ワイヤレスイヤホンではなくてそのまま iPad を通してこう音楽を聴くという場合には iPad Air 4ですね、こちらの方がまあより良い音楽体験を得ることができるというふうに思います。まあ、iPad mini 6がですね、まあ、問題かと言われるとそういうわけではなくて、まあ、むしろこっちはですね長時間連続で聴いてもこう聞き疲れがしない、まあ、一長一短な感じなんですね。結構これも好き嫌い分かれると思います。どっちが音が良さそうですかって聞かれると Air 4を僕は挙げますね。で、共通する部分としてはですね Air 4 mini 6ともにですね 3.5mm イヤホンジャックっていうのは対応しておりませんので、有線タイプを使いたい場合というのは別途拡張ハブであったり専用のアダプターっていうのが必要になってくるということになります。続いてアクセサリー関係いきましょうか。この2機種ともですね、Apple Pencil 2にですね、まあ、対応しているということで、まあ、充電であったりペアリング、あるいはこうショートカット機能ですね、Pencil 2のにはそれぞれ完璧に対応しています。あとフルラミネーションディスプレイがそれぞれ導入されてますので、エアーギャップもなくて吸い付くようにペンを走らせることができます。ここで大きな問題となるのが、ディスプレイサイズの違いによって書きやすさがですね、結構変わってくるという点です。大きいキャンバスで高精細な絵やデザイン画を描きたい場合っていうのは、もう iPad Air 4がですね、もう段違いにやりやすいです。でかいはですね、正義で、作品作りを考えている方はもう Air 4行っちゃってほしいです。反対にミニ6は外で立った状態でペンシルを使いたい、スタンドライティングですね特化してるんですよ。特にですね iPad を片手にペンシルを反対の手に持つというこのスタイルができるのは iPad シリーズの中でもこのミニ6だけということになります。続いてですね、まあ、キーボードの話をしていくと、このミニ6はですね、まあ、iPad Air 4をベースに開発されたと言いながらスマートコネクターはございません。ですので純正やサードパーティー製の、まあ、有線あるいは Bluetooth接続で使えるキーボードオンリーです。もうアップルのねマジックキーボードが使えないのは結構こうガチでライティングしたい方にとっては結構致命的というか見劣りする部分かなというふうに思います。でこちらのですね iPad Air 4はですね、まあ、このようにスマートコネクタがちゃんとこうついてます。これプロモデルと一緒です。ですのでクソ高いアップルのマジックキーボードだったり、まあ、サードパーティー製でいうとロジテックのコンボタッチね、あんなんもこうしっかり対応していると。本格的なテーブルトップワークをやりたいといった方はもう iPad Air 4一択になるのかなというふうに思います。一応ですね SoC の方を触れておくと、 iPad mini 6は A15 バイオニックチップが入ってまして、こちらの iPad Air 4は A14 バイオニックということになりまして、まあ、若干ですね若干というか、まあ一世代古いモデルがこの Air 4には入っていると
ただ個人的な経験としてパフォーマンスの違いは若干あるんですけど、思っている以上にその差が体感的に現れてこないという印象です。ともにですね、他社製のタブレットと比べるとめちゃくちゃこうパフォーマンスというか爆速なのは間違いなくて、まあ、例えば FPS 系のゲームであったり写真編集動画編集なんか問題なくできるということになります。でメモリーはですね、まあ、この2機種ともに 4GB になりますんで、まあ、どちらがこうアプリを回せるかという観点ではもう同じです。高速なマルチタスキングなんかは両方ともできるということですね。チップの性能差で後からこっち買えばよかったあっち買えばよかったみたいな後悔は感じないのかなという感じはしています。ただですね、 5G のモデムを積んでるのが、まあ、iPad mini 6のみになりますんで、まあ、爆速なこうデータ通信のやり取りがしたいっていう場合は、まあ、iPad mini 6一択というふうになります。で一応ですね、認証システムに触れておくと、まあ、それぞれ電源ボタン内蔵型のタッチ ID ということで、まあ、僕みたいなこうマスクつけてる方にとってはですね、まあ、あの場所問わずですね、その周りの影響を気にせずに解除ができるというのはですね、まあ、利点です。まあ、これはですね、まあ、共に一緒です。で最後価格だけですね触れておくと、この2機種ですね、64GB スタートのモデルで、大体ですけども9000円の差があります。 iPad Air 4が69000円とこちらの iPad mini 6は59800円かな確か、まあ、ですので iPad mini 6を選択すると、まあ、その差額分こう例えばペンシルとか AirPods とかに回せるというのは確かにあります。ただ個人的にあんまりね価格はですね気にしない方がいいというふうに思ってまして、この差で安い方を選択してしまうと結局後から自分がやりたいことができなかったり、まあ、損をするような可能性がこう出てくると、まあ、ここまで価格出してますんで非常にですねそれはもったいないというふうに思ってます。まあ、なので、まあ、より長く使うものをここはね行くっていうのが、まあ、ベターなチョイスかなという感じはしてますよね。ちなみにこの iPad Air 4はねもしかしたら年始の時にセールになるかもしれませんので、まあ、そういう観点で見ていくと、まあ、そこまで大きな差はないというふうに個人的には今思っています。はい、ということで本日はこちらの iPad Air 4と、こちらの iPad mini 6の違いについて、見てきました。概要欄にですねリンクをそれぞれ貼ってますんで、気になった iPad があればそこからポチってもらえれば幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。